はい、こんにちは、116インズです。今回はマリナーズに在籍した日本人選手に関する動画なんですけれども、まあ、ご存知の通りマリナーズといえばこれまで数多くの日本人選手が在籍しておりまして、昨シーズンまでで10人、そして今年からはダイヤモンドバックスから平野佳寿が加入しましたので、まあ、これで合計11人の日本人選手がマリナーズに在籍したことになるんですね。で、実はこの数字っていうのはメジャーリーグ全体で見てもメッツに次いで2番目に多い数字なんですね。で、日本人選手たちの活躍というのは日々ニュースなんかでも取り上げられていると思うんですけれども、ただなかなかですね、シーズン単位ですとか、そのマリナーズに在籍していた期間の活躍、その長期間のスパンでの活躍がどうだったのかっていうのは意外と知られていないと思うんですね。なので今回は、まあ、マリナーズファンから見て日本人選手たちがどのようにマリナーズ在籍時代に活躍していたのかというところを話していければなと思っております。ただ私自身ですね、2003年から本格的にマリナーズを見るようになりましたので、どうしてもそれ以前のマリナーズについては後で成績だったり映像を見返してしか、まあ、知らない部分もありますので、まあ、そこはですね、ご容赦いただければなと思います。はい、記念すべき初めての日本人選手はマックス・スズキでした。で、成績を見た限りではマリナーズ時代特に目立った成績は残せていないんですけれども、ただ96年 NPB を経由せずにメジャーデビューを果たしまして、98年には MLB 初勝利も挙げていますので、この人からマリナーズと日本人選手のつながりっていうものが、まあ、生まれた選手になりますので、まあ、パイオニア的存在なのかなと思いますね。で、チームにインパクトを与えるような存在としては大魔神こと佐々木和弘が初めての日本人なのかなと思いますね。メジャー入りは32歳と非常に遅かったんですけれども、まあ、デビューからですね、マリナーズの守護神を務めまして、まあ、1年目2000年は37セーブを挙げて新人王にも輝きましたし、チームのワイルドカード出場にも、まあ、貢献したピッチャーですよね。で、翌2001年も、まあ、ジェフ・ネルソン、アーサー・ローズと共に強力なブルペン陣を形成して、まあ、45セーブで、おまけにオールスターにも選ばれましたし、本当にブルペンでフル回転してマリナーズの黄金時代を支えた印象がありますね。で、残念ながらメジャーには4年しか在籍しなくて、で、特に最後の2003年っていうのは、まあ、怪我もあってあまり本調子ではなかったんですけれども、ただ佐々木をきっかけにやっぱり日本人選手に対する評価っていうのもシアトルで間違いなく上がったと思いますし、またシアトルに来る日本人選手に対する期待っていうのも佐々木をきっかけに上がっていったものと思いますので、まあ、本当にですね、あの日本人選手の地位を向上させたという意味でも、まあ、佐々木っていう存在は非常に大きかったのかなと私は思いますね。で、佐々木の次に来るのがイチローなんですよね。まあ、もはやこの人については説明すら不要だとは思うんですけれども、まあ、マリナーズ史上最高のライトだと思いますし、いきなり2001年にアメリカに来てから、まあ、新人王と MVP ダブル受賞しましたし、まあ、その後もオールスターとゴールドグラブ10年連続受賞、さらにはデビューから200安打も10年連続で達成したということで、まあ、本当にこの人はですね、選手としては異次元の存在でしたね。で、間違いなく一発で殿堂入りできる選手だと思うんですけれども、不幸だったのは2000年代後半のマリナーズが非常に弱かったってことですよね。まあ、どうしてもイチローのプレイスタイルのせいか、記録のためにプレイしているとか、まあ、自己中心的だとか、こう批判を浴びることもあったんですけれども、まあ、正直ですね、イチローほど結果を残した選手に対して、まあ、そんな批判が出てくる時点でおかしいと思いますし、まあ、当時の他の選手たちが、じゃあイチローと同じぐらいの水準で活躍していれば、マリナーズの暗黒時代はなかったわけですから、まあ、それはですね、やっぱこう言いがかりもいいところだよなというふうには思ってましたね。ただそういった状況の中でもイチローは淡々と結果を残して、まあ、チームの数少ない希望としてあり続けてくれましたし、まあ、2012年にちょっと若手が増えてきて自分の立ち振る舞いを考えた結果トレードという選択にはなってしまったみたいなんですけれども、ただ野球選手としての最後はマリナーズで迎えてくれましたので、まあ、その点はですね、本当に感謝しかないですね。正直2012年のトレードの時点でもうマリナーズのイチローっていうのは見られないだろうというふうに覚悟していたんですけれども、2018年にまたマリナーズを選んでくれて、で途中から選手という立場を離れてしまったんですけれども、チームメイトたちとすごい楽しそうに野球をしている姿を見られてですね、まあ、本当にですね、良かったなというふうに思いますね。そして佐々木一郎と同時期に在籍していたのが長谷川茂俊ですね。もともとエンゼルスでプレーしていたんですけれども、2002年に FA で加入して、でそこからですね、リリーフの貴重な一枚として活躍してくれました。特に2002年2003年っていうのはマリナーズの自慢の3枚看板であるネルソン、ローズ、佐々木のうち誰かしらがですね、やっぱり調子が悪かったり故障したりっていう時期がありましたので、まあ、その時期にですね、やっぱり長谷川という存在がいたのは非常に大きかったなと思いますね。で、ピッチャーとして非常に打たせて取るのが上手いなという印象が残っていまして、まあ、特に2003年ですよね、防御率 1.48 でオールスターにも選ばれた年なんですけれども、この年のゴロ率が驚異の 50% なんですね。で、マリナーズの本拠地のセーフコフィールドっていうのはただでさえ投
投手有利な球場なんですけれども、まあ、そこにさらに長谷川の投球術っていうのが加わった結果、まあ、2003年の防御率 1.48 という結果につながったのかなと思いますね。まあ、奪三振率が 3.9 でこれだけ防御率を下げられたのは、まあ、ある意味すごいなと思いますね。ただ残念ながらその後はゴロ率が下がるとともに投球成績っていうのも下降線をたどっていきまして、まあ、2005年で現役を引退してしまったんですね。でどうしても長谷川がいた時期っていうのは、まあ、佐々木ですとか一郎ですとか、まあ、日本人の大スターという選手たちが、まあ、2人いましたので、まあ、ちょっと長谷川の存在っていうのはどうしても目立たない存在ではあったんですけれども、ただチームにとっては欠かせない存在では間違いなくありましたね。はい、続いては木田正夫ですね。2004年9月にですね、マリナーズに加入して、まあ、この年7試合マリナーズで登板して、で、翌2005年もですね、AAA、主にタコまでですね、まあ、非常にブルペンを支えていた印象がありますね。ただメジャーでの登板がマリナーズ時代は2年間で8試合しかなかったので、まあ、在籍していたのは知っていたんですけれども、まあ、正直あまりですね、投球のイメージはないですね。はい、続いては城島健司ですね。日本人初めてのキャッチャーでのメジャーリーガーなんですけれども、まあ、未だに彼に続くキャッチャーは出てきていませんね。で個人的には城島の打力っていう部分はマリナーズの歴代の捕手陣の中でも、まあ、かなりトップクラスに部類されるような打力だと思っていまして、で実際セーフコフィールドという右打者が不利な環境でプレーしながら、まあ、2006年2007年と2桁ホームランを記録していますし、まあ、そこまで言われるほど打撃は悪くなかったんじゃないのかなと私は思いますね。まあ、城島に関してはどちらかというと守備の問題の方が取り上げられることが多かったですね。やっぱりどうしても言語の壁とかもあったりして、やっぱり投手陣の信頼っていうのをなかなか完全には勝ちきれなくて、で特に当時の先発陣の、まあ、ヘルナンデスとかウォッシュバーンですとかベダーとか、まあ、そういったピッチャーが、まあ、あの控えのキャッチャーロブ・ジョンソンですとかジェイミー・バークと一緒に組みたいっていう話も、まあ、しばしば出ていましたし、捕手防御率という面でも、まあ、城島が非常に劣っているっていう記事っていうのも、まあ、当時は結構出ていた印象がありますので、キャッチャーとして一番重要なピッチャーとの信頼関係を築くっていうところができなかったのが少し残念でしたね。ただこればっかりは城島だけの責任ではないと思いますし、個人的にはもう少しですねスタメンで城島の姿を見たかったなという思いはありますね。そして少し時代は飛びまして、続いては岩隈久志ですね。岩隈はおそらく2010年代のマリナーズの FA 補強の中でも、まあ、かなりの大当たりだったんじゃないのかなと個人的には思いますね。2012年にマリナーズに加入したんですけれども、まあ、当初はロングリリーフで開幕を迎えたんですね。まあ、というのもマリナーズとしてもやっぱり岩隈の肩の筋力がちょっと1年間耐えられるような水準ではないというふうに判断しまして、まあ、マリナーズのトレーナー陣も、まあ、岩隈にまずは肩の筋力トレーニングっていうところを指示しまして、まあ、それがですね結果的に彼のキャリアにとって大きかったのかなと私は思いますね。まあ、2012年の後半戦から先発ローテーションに定着して、まあ、非常に安定感のあるピッチングをしましたし、その次の2013年は、まあ、14勝防御率 2.66 でオールスターにも選ばれましたし、サイヤング賞投票でもう3位に入ったんですね。なんなら2013年のウィンズアボブリプレイスメントは、まあ、7.0 という、まあ、非常に驚異的な数字を残したんですけれども、この数字っていうのはサイヤング賞投票2位のダルビッシュ、そしてサイヤング賞を取ったマックス・シャーザーよりも高い水準なんですね。本当にこの時代の岩隈っていうのは必ず試合を作ってくれるだろうっていう安心感がありましたし、まあ事実そうだったんですけれど、本当にですねフェリックス・ヘルナンデスに次ぐ2番手としてですねマリナーズローテーションには欠かせない存在でしたね。ただ次第に怪我が増えていきまして、2017年2018年をほぼ怪我で棒に振ってしまったんですけれども、まあこの時期はですねマリナーズも先発にかなり苦労していた時期でしたので、このタイミングであの時の岩隈がいればなと思うことはまあ結構ありましたね。そして岩隈と同時期に加入したのが川崎宗則ですね。まあ、この人はイチローと同じチームでプレーしたいという一点突破でマリナーズにやってきたわけなんですけれども、まあ、正直誰も彼の打力とか守備力を考えた時に、まあ、メジャーに上がることはないだろうというふうに思っていたんですけれども、ただ2012年のスプリングトレーニングでめちゃくちゃ打ちまくって開幕ロースター入りを掴んだわけですよね。もうその愛の強さは本物だなというふうに純粋に思いました。ただ川崎に関しては正直野球のプレーよりもチームプレーの印象の方がはるかに強くてですね、まあ、なんかこうベンチで踊っているやつですとか、あとはあのリードを取ってる時になぜか足踏みをし始めるとかまあいろいろあるんですけれど、ただ一郎のためだけに来た選手では確かにあると思うんですけれど、ただ積極的にですね、こうベンチを盛り上げようとか、こう新しい文化に馴染もうっていう姿勢はすごい伝わってきたので、そういったところはですね、すごいこう日本人のイメージを変えるような選手だったのかなというふうには思いますね。はい、続いては青木宣親ですね。まあ、正直青木のマリナーズ時代をどれほどの人が覚えているのかわからないんですけれども、まあ、マリナーズとしてはプレーオフを狙うために出塁率の高い打者が欲しいということで青木を獲得したんですね。
で、実際にその期待通り3割4分9厘と、まあ、なかなかの出塁率は残してくれたんですけれども、ただ青木はですね、ちょっと守備に難がありましたね。当時マリナーズはレオニス・マーティンがセンターをやっていましたので、まあ青木は必然的にレフトに回ることになったんですけれども、ただレフトのポジションでも、まあ平均以下の守備力でしたので、まあちょっと物足りないよなという印象はありましたね。ただ青木に関しては年俸が550万ドルと、まあ結構安かったので、まあその年俸の価値はあったとは思うんですけれども、まあただちょっとこう、もうちょっとできたのかなという思いは少しありますね。そして最後は現役選手である菊池雄星ですね。まあ、昨年ですね、マリナーズにポスティングで加入しまして、まあ、エース候補として期待しての獲得だったんですね。で、デビュー戦は東京での、まあ、イチローの引退試合と同じ試合だったんですけれども、まあ、非常にですね、こう、イチローと最後ハグするときに、まあ、菊池が号泣しているシーンなんてのは、まあ、非常に印象的ですよね。ただ、肝心の投球内容の方は、まあ、1年間終始苦しいピッチングが続いたなという印象ですね。まあ、4月はそこまで悪くなかったんですけれども、5月のニューヨークの試合で、松屋に使用疑惑が出てからは、まあ、ちょっと本調子とは言えない状態が、まあ、1年間続いてしまいましたので、今季はですね、ぜひ飛躍の1年にしてほしいなというところですね。まあ、オフシーズン中に結構投球フォームを改良してきまして、で、スプリングトレーニングでも去年と見違えるぐらいいいボールを投げていますので、まあ、個人的には期待できるのかなというふうに思います。ということで10人見ていきましたが、いかがだったでしょうか。個人的にはですね、イチローを筆頭にシアトルで活躍した選手結構多いなという印象ですね。で、アメリカ西海岸は結構日本人にも優しい環境だと思いますので、まあ、今後も NPB から出てくる日本人選手にマリナーズという球団を選んでもらえると嬉しいなと個人的には思います。ということで今回の動画は以上となりますが、今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。